5月31日水穂 PAYPAY ドームで行われたプロ野球交流戦広島カープはソフトバンクホークスに1、2で競り負けましたこれにより広島は2連敗となり今季成績は24勝19敗4分の貯金後に8回にリリーフの党内が栗原に決勝技費を許し打線は初回の九口の3号ソロ本塁打のみで4安打と沈黙しました ここでは試合の詳細を振り返り、広島が抱える課題や選手たちのパフォーマンスに焦点を当てて分析します。広島カープのスターティングラインナップには注目が集まりました。DH には初期が入り9番打者として、2番には矢野、3番には菊池、4番サードに小園が配置されました。その他にも末金が5番ライト、坂倉が6番ファースト、 佐が7番レフト星には相澤が入りました試合の立ち上がり広島はソフトバンクの先発もイネロに対し1回に菊池がレフトスタンドへ見事な3号ソロ本塁打を放ち先制点を挙げましたしかしその後の打線は沈黙しもイネロとソフトバンクのリリーフ陣に抑え込まれました一方 広島の先発大瀬亮は今区8度目の登板で防御率1.48を誇る安定感のあるピッチングを見せました初回坂倉のエラーで出塁を許した柳町が今宮のタイムリーツーベースで同点に追いつきましたその後大瀬亮は柳田と山川を連続三振で抑え近藤と栗原に四球を与えましたが川村を三振に仕留めてピンチを脱しました 2回から4回にかけて広島の打線は羽月と小園の四球以外にヒットを打てずノーヒットで終わりました大瀬良はその間も安定したピッチングを続け4回には栗原にツーベースを許すも追加点を許さずにしのぎました5回には西から今宮に内野安打代打の中村晃に四球を与えましたが山川を箕面に打ち取った小園の好守備で得点を防ぎました 6回にはハツキがチーム2本目のヒットを放ち2投で虫二塁としましたが後続が続かず無得点に終わりました7回大瀬良は先頭の回に死球を与えソーの周投が3投を決めるも柳町を三振に仕留め今宮を中飛に抑えて得点を許しませんでした大瀬良はこの回を投げ切り7回107球 4安打4四九八奪三振の自責ゼロで降板しました8回の攻撃で先頭の相澤が内野安打で出塁しダイソーに大森が送られました初期のギ打で1死二塁となり秋山が1ゴロで進塁させ松山が申告敬遠で二死1三塁福知の四球で満塁としましたが小園が中飛に倒れ得点できませんでしたその裏 党内が一氏から山川に中安打を許し、自身の冒頭と近藤の中安打で一氏一、三塁の近地を招きました。ここで栗原に疑悲を打たれ、決勝点を奪われました。広島カープはソフトバンクホークスに一、二で競り負け、二連敗を喫しました。大瀬亮の回答にもかかわらず、打線が初回の九口の三号ソロ本塁打のみで沈黙し、 ビリ,リーフの党内が8回に決勝点を許す結果となりましたこの敗戦により広島の今期成績は24勝19敗4分となり交流戦でのソフトバンクに対する通算成績は19勝43敗6分と相性の悪さが浮き彫りになりました打線の不振が続く中広島カープは次戦以降どう立て直していくかが課題です 特に得点圏でのチャンスを生かせない打線の改善が急務です。大瀬亮の口頭に報いるためにも、チーム全体で勝利を目指して再起を図ることが求められます。